8時40分ですね。8時40分、見晴らしのですね、まあこの山小屋銀座っていうんかな山小屋銀座見晴らしを立ってですね、東電小屋ですね、よっぴ橋とか東電小屋の方くるっと回るコースに向かっていきたいと思います。だいぶいいペースで来てますね。だいたい見晴らしからですね、15分ぐらいですかね、ここが東電小屋の分岐です。こっち行くとね、あの三条の滝って言って落差 100m のね、大滝があります。まあ新潟県に入っちゃいますけど、今日はこっちですね、東電小屋からよっぴ橋。今東電小屋に向かってるんですけど、まあメインのコースがね、さっき通ってきたこっちですけど、まあ、こちらどっちかって言ったら、まあ回り道になるんで沢沿いを歩く形になります。まあ山に近いということで、熊ですね、ツキノワグマの出没がよく目撃されるとこですね。今日ね、まあ熊鈴も何も持ってきてないんで、まあ出会っちゃったら出会っちゃったなんですけど、まあこっちは美味しい餌があるので、餌を置き去りにして逃げてきたいと思います。滑る。9時10分、ここは東電小屋ですね。最高だねこれ、いやーすごい。9時22分3分東電小屋を出発です。で、よっぴ橋方面ですね、向かっていきたいと思います。ご苦労さん。はい、まだ9時半早い。私物さんも古私物も見えてるし、絶好のお天気で最高のトレッキングですね。まあ、僕はあの特にあの花にはあんまり興味がないんで、まあ、知ってる花が咲いてればそれでいいんですけど、まあ、花がなくてもさすが尾瀬、
素晴らしいの一言です。行きもそうだったんだけど、こう日光キスゲがねだんだんこう咲いてきて、まあこれからピークを迎えるんじゃないかということですね。お、よっぴ橋ですね。まあよっぴ川に架かる橋ということなんで、よっぴ釣り橋か。はい、東電さんの作っていただいたものです。綺麗だね。あ、揺れるよなこれ。おお。こっち来るリュウグ。あ、こっちも見事な池塘がありますね。なんかさ、あの葉っぱかわいいね。うん、これピョン吉が乗ってる葉っぱじゃない、これピョン吉が。うわ、いっぱい、ね、日光キスゲが。おお、いや、綺麗だな。木道が浮いてるよ。木道が、あ、木道が、灰木道、灰木道捨てないでしょ。浮いたすんかな。お、ゲロゲロ。お、そろそろあの辺が分岐だな。いや、なかなかいいルートですね。到着。よし。よし。待てや。10時25分ですね。分岐をですね、山の花の方に戻ってきます。コースタイムはだいたい45分だっけかな。まあ多分そんなもんでしょう。時間がですね、10時過ぎてからだいぶ、上がってくる人の数が多くなりましたね。今ですね、10時51分、山の花までですね、もう来ちゃいました。早かったですね。
うん。よし。おお。はい。山の花。じゃあね、ここで。200も沸かせばいいかな、うん、よっしゃ、はい、でした。はい、よく。なんだっけ、七種の野菜。いただきます。うん？あ、鮭ね。うん。11時37分ですね、山の花を出発してですね、鳩町峠に向かいたいと思います。いや、着いた。12時32分3分鳩町峠に着きました。疲れた。
でもさ、帰りコースタイム、うん、地図上は 1時間20分、うん、で地図で書いてあるところさ、うん、完全1時間で来ちゃったよ、うん、早かったね。1時間もかかってねえか。時間あるから風呂入れるな、これ。入れる。とか安いところやけん、早く風呂入りて。あんたに元気だね、今。そうそうそう。確かにね。そうそうそう。1時10分ですね。徳良の第一駐車場。着きました。疲れたね。足パンパンしてる。え？足がパンパンしてる。足パンパンしてるよね。太ももがパンパンしてる。ただ、ということで、はい、お疲れ様でした。